高た氏は南朝張りの儒学者。呉郡呉県の出身。本願は高領郡江戸県。青州市市の交渉の旧世の孫にあたる。若くして学問を好みがに指示し、その教えにすべて通じて、特に三礼、公教、論語に明るかった。県国古女教となり、講義を行うと、聴講する者は数百人に及んだ。 来期公書五十巻を編纂して創造し、比較に所蔵された。ほどなく、利光殿に召し出されて、来期の解釈を抗議すると、武帝の賞賛を受け、天上教のまま院外三期二郎の位を受けた。毎日、皇教を二順は暗唱して、完全恩行に逃していた。母が死去すると、職を辞して教理に帰り、藻に服した。 少量を少林が彼の学問を敬って、圧礼で迎えた。孔ただしが少林の元に到着すると、心臓の病に悩むようになった。545年夏、死去した。去年は58。著書に、勘の、論語集下を、初夏の説を引いて、さらに詳細に解説した、論語義書10巻がある。来期公書と共に当時におもんじられた。また、これら以外にも、 模服文句疑書、模服文同名、公共議書等を占したことが随所形跡史に記されているが、論語議書以外は失われているということも記されている。ありがとうございます。